皆さんこんにちは、大分の高っち親方です。さあ2020年も夏真っ盛り、全国各地でですね、高校野球の都道府県でですね、独自大会が行われております。そして大分でも独自大会が行われております。前回ですね、この大分大会のですね、組み合わせ、まあ、個人的な注目校などをご紹介いたしましたが、本日2020年7月31日ついに決勝戦が行われ、優勝校が決まりました。今回、まあ、その決勝戦やですね、今回の大分大会について、まあ、個人的な振り返りを簡単に行います。まあ、皆様のご参考になればと思いは幸いです。それではお付き合いよろしくお願いいたします。最初にまず決勝戦から振り返ります。決勝戦はですね、大分舞鶴対つくみの組み合わせになりました。大分舞鶴は私です戦前の予想では、まあ、そこそこ上位狙いじゃないかなと予想してました。つくみにつきましては、春までの監督が、恩師だったということで、そういう意味で注目してましたが、ちょっと意外だったかなと、この2チームになるというのは私の中では意外でした。ただどっちもですね、近年力をもう確実に大分県上位を占めている公立校の対決です。大分舞鶴は創部70年目して初めての決勝戦。そしてつくみ高校は32年ぶりの甲子園ですね。失礼しました。決勝戦ですね。甲子園で春夏でどちらも全国制覇したことがある強豪校でございます。これ私自身実は不思議な組み合わせでもございました。まずつくみ高校の監督さん、現在の監督さんは、実は私よく考えるとですね、過去に2回一緒にお仕事したこともございます。連絡先もよく考えたら交換してますね。で、また現在のその、失礼しました、大分舞鶴高校の部長は、この春までそのつくみ高校の監督さんだったんですね。で、しかも私の恩師でございました。ですから、まあ非常にですね、こう不思議なというか、まあその現在の舞鶴 の部長さんにとっては、春まで教えた教え子と今の教え子とがですね、大切する、複雑というか、ある意味ではもうトップでね、戦える嬉しい対決ではないのでしょうか。そして結果的には2対1。本当に引き締まった試合。最後8回に勝負が決まりました。つくみが優勝いたしました。32年ぶりですね。つくみは近年秋の大会の優勝はありましたけども、この夏の優勝というのは多分、昭和、もういわゆる平成ジャンプといいますか、平成時代は達成できなかったんですが、ついに令和で32年ぶりに大分県大会夏を制覇しました。川崎健次郎投手以来だそうですね。本当におめでとうございます。つくみはじめですね、最近はこう再起拡張の日本文理大付属というですね、県南勢がですね、また台頭してきているイメージでございます。割と私の地元にも近いですし、もう頑張ってほしいなと思っております。そして一方敗れましたけど、舞鶴高校大健闘でした。個人的にですね、背番号10のですね、ピッチャーが地元の後輩でございまして、注目していたんですが、あと一歩及ばず、しかしもうですね、頂点までね、あと一歩というところまで近づいてきております。このね、つくみと大分舞鶴前、正直どちらもね、甲子園に行けないというのが非常に残念なくらいですけども、本当に面白い戦いでですね、悔いなき戦いね、にそれぞれなっていれば幸いでございます。続きまして、各パート、4つのパートをですね、それぞれ振り返りましょう。まず A パート。こちらもですね、シード校、明豊のいるパートですが、私は戦前の予想では、明豊がもう絶対優勝するだろうと。対抗馬としてあるのは、再起確証かなという予想でした。結果的に明豊がですね、早期で敗れてしまったんですが、やはりそれを倒した対抗馬というのは、その再起確証だったというのは、ある意味予想通りでございました。また、個人的に注目していた地元の民総合高校、初戦日田高校に勝つんですけれども、やはりこの次の戦いでですね、九州王者明豊に、屈しました。それでもですね、5回コールドを回避するなど意地は見せました。個人的な話ですけれども、民総合のキャプテンはですね、地元の後輩でありまして、彼自体私小学校時代にですね、交流をしたことがあります。でですね、また法師からのですね、甲子園、またこれからの夢として託しましょう。続いて B パートです。こちらも公立校ばかりのパートでございます。実際ですね、結果はですね、予想通りシード校であります。大分舞鶴、大分工業がですね、軸となって、ベスト
4の座を争うわけですけども、まあ、結果的には大分舞鶴がやはり一つ抜きんでたなと思います。まあ、2枚看板ですし、攻撃もですね、そつないというところでですね、この B パートは大分舞鶴が勝ち抜いてそのまま決勝まで進みました。続いて C パート、こちらをですね、大分商業、まあこちらも優勝候補だと見てたんですが、この大分商業がですね、初戦敗退したというのが、まあ、今回個人的には、まあ、今大会一番の波乱だったかなと思います。まあ、しかしその倒したですね、日本文理大附属というのはですね、もう本当、近年着実にも強くなっておりまして、もう近いうち甲子園も行けるんじゃないかと。あのプロ野球選手も輩出してますし、結構名監督を揃えてます。現在ですから大分高校で初めて甲子園に来た佐野監督が監督してますし、非常に楽しみなチームでございます。そしてまあ結果的には同じ県内のですね、つくみが接戦を勝ち抜き、そして優勝するということでございます。で、またですね、県北対決ではですね、宇佐産業科、ね、科学がですね、まあ大敗という結果にはなっておりますが、宇佐産業科学というのは、まあここ数年ですね、まあ、単独でチームが組めず、まあ、他の高校にですね、国崎総国とか、いろんな高校とまあですね、連合チーム出てましたが、今回久々に、まあ単独チーム出たということで、何かまた手応えとかですね、新しい歴史となれば幸いです。そしてね、まあ母校の武田も残念な結果になりましたが、もうぜひね、先ほど三重総合と同じように、大七回の甲子園を楽しみにしてます。頑張れ次世代の後輩たち。続きまして、デイパートです。こちらですね、まああのシード校が大分高校、板校で、まあ注目してましたし、まあ私は最強の新参者と呼ばせていただきました。国際情報ですね、対決しまして、まあ国際情報勝ちました。ね、大分高校敗れました。まあ、その国際、まあ、情報、私個人的にもちょっと注目してたんですが、やはりこう夏はですね、こうベスト8に進む、その壁がやはり、今年も厳しかったようですね、情報科学に、ね、サヨナラ負けいたしました。そしてこのパートを制したのは、名門、柳ヶ浦高校です。柳ヶ浦高校もですね、また、まあ、各校、平成時代、本当甲子園によく出ましたし、近年も結構上位に食い込んできまして、まあ、今年も投手力を生かして上位へと食い込んだなというふうなイメージでございます。まあ、ということでですね、この独自大会も終了いたしました。まあですね、これでまあ、あと甲子園にこの後8月に出る明豊高校と大分商業以外はもう全てもう今日をもちまして3年生、最後の夏が終了いたしました。まあこの3年生の代というのは本当に悔しい思いと思います、思いとなると思います。新型コロナウイルスで、この甲子園がまあなくなって、春も夏もなくなってですね、こう目標がない中ですね、しかも集まれない中で、まあ、なんとかですね、こう、新しい、ね、目標を立て直して、そして仲間と共に最後まで頑張ったという、この姿勢とかですね、思い出が、この彼ら、高校球児の皆様に、今後の人生に何かプラスになれば幸いだなと、まあ、僭越ながら思っております。で、そしてですね、また甲子園また8月の記念試合に出られる、まあ、明豊、大分商業もですね、もう泣いても笑っても、もう次の試合がもう一試合で最後でございます。ぜひ悔いのないように、そして怪我やですね、病気、まあ、新型コロナウイルスとかだと、ね、不祥事とないように、どうか願うばかりでございます。そしてですね、この大会運営に当たっていただいて、高野連の皆様や関係者の皆様、保護者の皆様、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。で3年生も本当にお疲れ様でした。どうですね、これからの3年生の今後の人生にですね、良いことがありますように、幸運をお祈りいたしますし、また1、2年生、まあ、悔しい思いをね、先輩がしてますけども、ですね、また新しい夢に向かって、この新世代がですね、頑張ってほしいなというふうに、僭越ながら思っております。頑張れ、高校球児。ということで、以上ですね、今回大分県の独自大会の模様をお伝えいたしました。個人的なお話でございましたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。よろしければいいねボタン、高評価よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もぜひお願いいたします。さあ夏よ、色褪せない、これからも頑張れ高校球児。それではまた、どすこい。